どうもおはようからこんばんは、殿でござる。メゾンド魔王2投目、続きをやっていきましょう。まあ、前回からね、まあ、すぐ取ってはいるんですが、次やるのはこちら、メインクエストのリリーのために。魔王の財宝を持ち帰った勇敢な男と結婚しよう。なるほど。まあ財宝、まあでも4万ゴールド貯め込んでいますからね。普通の戦士とかね、倒してもね、3人編成で30ゴールドぐらいしか入らないから、それを比べれば4万というのはすごい大金だと思いますが、ワカメ式音響セットってどういうのだ。こっちはギターが欲しい。ギター流行っているのかな。花の本棚、じゃあこれは買ってあげよう。君たちには期待しているからな。お、次はゲームが欲しいのか。じゃあ木を売って、じゃあゲームを買ってあげよう。こっちはシステムキッチン。お、来たな、愛の戦士トミオ。なんかトミオっていうとなんかこう普通の人っぽいな。トミオさんかな。お、なかなかのパーティーで来る。ならばトンピック。さあ後ろから魔法攻撃。お、こっちを狙ってくるか。まあ、でも防御力ギョロリチさんそこそこ上がっている。これくらいなら耐えられるか。これで134ゴールドか。まあ持っている方なんだろうな。お、来たな、王女のファンクラブか。ならばそのファンクラブ、この魔王軍で潰してやろうではないか。王女から魔王に乗り換えるならば考えてやらんでもないぞ。あ、ドクターがいる。やべえなこれ。まあドクターゆっくりですからね。じゃあここで迎撃。ふむ、なんとかなりそうだ。全部で4000もあるんだ。結構長いな。まあそれだけね、まあ王女に取り入ろうとする男が多いんですね。さあならばこの魔王を買ってみるがよい。受けて立つぞ。お、ミニコンポが欲しい。お化けでも音楽とか聞けるのかな。こっちは好みがバラバラですよね。お、家庭菜園セットが欲しいんだ。じゃあトランプ打ってこれかな。あとはそろそろ回復ポットとかもどんどん部屋に入れていきたいが、まあ、これでも結構お金は使うな。よし、こんなものか。これで2階全部は回復ポットになったかな。お、ドンハン男爵強そうだ。一体どんなやつだ。これか。あ、でもそんなに強くはないな。ヒットポイントは高そうですよね。じゃあ分断。そして強撃。ふ
君爵位を持っていようとも、この魔王軍の前では無駄である。でも第4戦誰が来るんだろう。どっちかというと2戦目あたりの方が厳しかったような気もしますが、結局当て役としているこの2部屋も使っていかなければならない。まあ、でも出てしまったんですよね買い物中で外で遊んでいる。お、来たな。王女を求める商人、商人が来るんだ。お、大砲を持ってくる。ってことは強撃狙いで行った方がいいな。ね、魔法使いとあの大砲でどんどんやられてしまう。おっと、後ろから。一応足止めはしてくれてはいるが、いや、だが商人は倒せそうだ。あとは大砲。応戦すればいいものを商人までもが狙ってくるんだ。なるほど。で、これでメインクエストが終わった。次は白百合騎士団か。王女リリーが今度は来るんですよね。で、いよいよ星4になったと。少林寺もね、武術の達人か、強いんですよね。あの文句っていう感じの敵かな。ステータスがバランスがいい上に攻撃スピードが速いんですよね。汁三昧か。豆腐料理の異彩か。来たな、少林寺羅漢隊。うまく分断できればいいが、結構多いな。あ、いや、ちょっと待って、それは多すぎるわ。さあ、これでなんとか戦おう。マイツン、ただ怒っていただけか。ミサイルを撃ち込まなかった。お、ラカンタ意外とお金持っているな。あれかな、あのお布施っていうのかな、あれをこうもらい巡っていてここまで来たかな。バレエダンサーか。まあ、アンデッドは敵を倒せば倒すほど有効度が上がってくる。日照月照は確か2人でそこそこ強いんですよね。じゃあキョン移動、まあ、ちょっと様子を見てもらおう。いや、交代など許さん。あ、そう来るんだ。やはり強いな。さあ、あとは汁三昧。汁三昧やられそうだな。ふう、なんとか倒した。無理やり強撃に持ち込んだが、ちょっと一体厳しいのがいるかな。あ、回復ポットに入っている。回復スピード速いな。もう全開か。シャワー浴びています。透き通っていなければいいんだが。おお、こっちはシケモクが欲しいと。なんかもう最後の壁にしてはあまり心をもとないんですよね。お、ピカピカの首はね、アニマル族が来やすくなるという。次はバーベキューセットか。結局一部屋空いてしまったんですよね。じゃあトンピックを入れよう。
で次は3戦目か。なめくじのバーテンダーか。なんかやだな、ベチャベチャしてそうですよ。でも全然こう彼氏彼女を作ろうとしませんよね。まあ、そろそろそういうのが欲しいな。ひよこくらい入れてやろうかどうせすぐ死なすつもりではいるんですけどもね。来たな、少林寺の生き仏。ちょっとピピマンで様子を見よう。自称大師、いやそれ自称じゃないのか速攻死んだな。さあならば強撃だ。一体系はあまり大したことはないですよね。こうパーティー編成で来られるとめんどくさいんですよね。じゃあ次はどうしようか。まあ、達成報酬で行くならばこの白百合騎士団かな。王女は確か近接魔法攻撃かなバケスケ魔法攻撃ゼロか、魔法防御ゼロかって考えればクネ様が相当高いですよね。魔法系の壁役としても使える。骨武者は帰っていくな。部屋の状態があまりよろしくはないと見た。ならば簡単なものは買っておこう。剣の乙女たち。ダルゼード、あ、そうか、ダルデーゾーは多分私の部屋に戻っていたのか。なんで2階から来たんだって思ったが。いまいち戦士ね。まあまり強くはない様子。全部で4戦か。なかなか騎士団も多いようで、こうやってねどんどんね王国を追い詰めていくんですよね。で最後の最後で勇者が来ると。ピロザベス、プロスキーヤーか。なんかこう特殊ですね。お、来たな。ベニユリ招待ってことは、まあ女戦士とアーチャーかな。お、魔法使いか。ならば分断するのがいいか。やっぱり魔法は厳しいかな、このグチャグ。てか防御力もそこそこあるんだ。あとは魔法同士。クネ様もちょっと厳しいんですけれどもね、まあ、なんとか押し切ってもらいましょう。で次は3戦目か。最後の王女なかなか厳しそうだ。2階をねもっと戦力増強したいんですが、まあねこのクネ悪魔一家がね一気にやられましたからね、それが本当に痛い。お、一部屋滞納中か。あまり羽振りは悪いのかな。28で滞納してしまうんですね。おしゃれなデスク。デスクは魔法防御力が上がるんだ。あとは 3D 太陽テレビ。こっちもか。でこっちはシステムキッチン。家賃は少し待ってほしいブー。
ピオリコも最後のが気になるな。キャラクター図鑑一応有効はいい状態なんだ。王女と魔導士を倒す。来たな、鬼ゆり二輪。ってことは二人でいいんですかね。あ、そう来るんだ。いや、二輪ってそういうこと。パレード、ロイヤル、プレゼント、なかなか面白い名前ではあるが、ピーハちゃん、それ危なくないか。大砲が迫っている。おお、ここは一瞬で倒せれる。逃げているうちにペチペチ食らってはいるが、で次で王女が来るんですね。星空の壁紙買ってやろう。壁紙はまだまだ安いからいいかな。こっちは地デジか。ダゴデー水が、ダゴダク水が脳科学研究科から、出世。モグリの天才しか、なんか、表で、なんかこう、危ないことをやったのかな。それで闇医者みたいな感じになってしまったのか。まあ、それで羽振りが良くなればいいんですけどもね。で王女様が来た。さあいよいよボス戦。王女とあとはアーチャーだけか。ふむ、なんとかなりそうだ。では王女よさらばだ。よし、これでクエスト達成。であとはこれか、来たれ最強の魔導士。これを倒せば建物増築できるが、星は5つか。あとは商人ね、ペットブリーダーの一段を近くペットブリーダーの一団が近くを通るらしい。なるほどね。じゃあそうだな、じゃあこの商人をやって今回は、まあ、終了にしようかな。まあ、どうせ全部で1000。おマイツン踊っているか。意外と動き俊敏なんですかね。システムキッチンが欲しい。あ、1個飛ばすんだ。まあいい、現在お金はありますからね。ミニコンポが欲しい。お、いいね、ちょうどこう体の色と体の色と合っていますよね。しかもウッフン壁紙か。結構ピンクな部屋になっているんですね。意外と女子力高いな。小宝祈願、まあ、みんなね小宝祈願するのはいいんですけれども、まずは相手を作るべきだとは思いますよ。結局この2体も死んでいないからな。あとはワイワイ壁紙。なんか寂しいな。こっちはスレプテゴーか。お、クネ悪魔に恋人ができた。素晴らしいぞ。で気づいたらもう滞納終わっているんで22ゴールド。お、いいね。セリチェ、出会い系の桜をしているのか。
クネ様も確かもともとそうでしたよね。なるほどね、恋人と一緒に住むようです。お、来たな、今度は寝るとこ。なんか直球だな。でも誰を連れてくるんだろう。女戦士2人、3人、アーチャー、いやだいぶ数多いな。しかもあまり人がいない状況だぞ。あの商人護衛対象がどんどん下がっているぞ。興味度さんがかなり迷っているな。それ攻撃できていませんよね。おっと、ウオミーがやられた。まずいな、下に気を取られているせいか、ついにこのシラスマスの一家がなくなった。ならば帰ってくるところを狙うしかない。マイツン出せなかったのかな。だがこのままでは4階が全滅するぞ。なかなか死なないな。しかも滞納中か、お前だな。バレエダンサーだが帰ってくるところを狙わせてもらおう。まあどうせお金は返ってきますからね。あとは帰ってくるところを狙おう。よし、あとは頼むぞ。よし、これで取られたお金も返ってきたはず。家具なんだろう。呪縛の鎖、一体何なんだそれは。これか。へえ、仕事と戦い以外は一切外出できない。鬼畜な、あなたにおすすめ、こういうのあったっけな。なるほどね、逃亡も防止。まあこれはいいかな。でも結果4階が全滅してしまったんですよね。シラスマスもなくなってしまった。また新しいのを入れないといけないか、まあ、結構残念ではございますが、まあ、なんとかクエストは達成できている状況かな。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。